いやしかし敗敗がうわちょっと厳しいかな。ドラがパーピンでも丁寧にねやっていくしかないからね。掛けもちょっと難しい敗敗でした、うん、そしてこちら福本はい、ね、ああ岩崎もちょっとあれだね。掃除で一面つわります。これでもう一人が悪ければあみんな悪いね。だったらまだ瀬戸駒はなんとかできるかもしれないですよ、うん、曲がちょっと長引きそうだ、はい、7周7杯の一つもりあめのないボロボロの手だったんですけど、うんはい、ここですね。なんとかできるかもしれないですね。終盤に持ち込まれ寝技に持ち込むようなもんですよこれ。そうね、ねっとりとねっとりといけばチャンスありますよこれ。もうハイパーだけどツムが効いてるよ。そうですね、2面積できて役配を重ねたいところですか、うん、いやいやいや岩崎さんがどう思ってるか分かんないですね今直取りしてトップに立ったんですよ、うん、だから今大井プロが言った、はい、やっぱり役配重ねてっていうのはあるでしょうね、はい、できればもう大丈夫ですかね。その、ね、本人は思ってないかもしれない、うん、いや本人はピンクかもしれない。いや思ってると思います。本当ですか、これは何茶ですか、うん、茶茶か茶です。まあ、ピンフの形がちょっと見えてきた感じですか、うん、ちょっと見えちゃったんですよ、ね、ああいうね地風じゃないいわゆるおたかぜというのを引くと、うん、なんかピンフに見えちゃうんです急に。うん半杯残してできればね役配仕掛けたいですよね。あでもまだますますピンフ、ね、なんだかんだ言って、はい、くっつき方がいいよね、はい、そうですね。まだ安泰とはいえこの状況ですとリーチもありますか。あり、うん、なるほど鋭い若々しい発言ですね。ある程度そかポイントはもう少し話したいってなるか。そういうことですよ。そうですよね、そういうことですよ。関連ピン引いたらリーチですね、はい、ここはシャアを切って手広く構えました、はい、さあ陽子さんも心中穏やかじゃないですよね、うん、8戦打っちゃって次の曲ですから。そうですね、はい、おっとここはドイツでもちょっと見えそうですか。あるけどでもリャンマン切るかな。4ドイツなので横に行くならリャンマン、ドイツ手を見るならなんか小さいとか切るんですけど、まあリャンマンですよね、うんうんはい、こっちの方がいいと思いますね。岩崎ここはイーソーツ見ました。はい、1、2、3を見ないでいきましたね。ここは見ないです。ロコプロもね丁寧にやって作ってるけど、はい、つもがちょっとね。そうですね。いやここですよ。ここだ。ダニ引いた。まあ、まあ徐々にはまとまってはいるんですが、まだまだ天敗までは遠いですか。厳しい。福本。わ、福本さんいいシャンテン。いいシャンテンだ。はい、どう構えますか。まあ三ピンに、ね。一旦三ピンですか。いいピンを切っていることがあって。うん、ただ例えばリアンズとか引いてくるとパウガンジャンとも二セション三色、ね、ありますね。はいあります。岩崎はいいシャンテンだが、いやいやこれは厳しいな。はい、瀬戸駒進んだような、うん、根本的な解決に当たっていないみたいな、はい、これはチーソーありますか。どっちですか。チーソー行くんじゃないですか。6球1引きのねピンフリーベーコーがあるんで、はい、9万は場に1枚見えている状況。やっぱり最大限で単野をリーチしたいんじゃないですか。やっぱりこうしておくと三蔵やパーマも今日のテーマは単葉ですね、はいはいまあ、だって当局もそうでしたからね、はい、ここはローピンつもぎりストレートに構えます。ここはちょっと安全に行きたいですか。まだ点差も大したことないですもんね、うん、ちょっともう守備的に打つんじゃないですかね。4200点。おっとでも白は1枚切れでしたね、うん、あペンチースを引いて引きました。いいシャンプー強いです ね、ここであのボロボロの手を相当ボロボロでしたからね、はい、7種7敗1両面も1面つもないところで、うん、よくぞ。むしろ矢崎さんがいい感じ来たのここで停滞してますね。ちょっとブレーキですか、うん、はい。ゾリアンカンに構えました。さあ渡辺もマンズで1面つ、うん、いやー瀬戸君もテンポ入るか先手を取れるか。さあまた選択どうしますか。選択川が三蔵は出てないですよ、うん、ウーマン切りウーマン切り数万は場にゼロです。うん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 。ジャンマンを引けば例えばイーペイコーなんかもありますけどね。ありますし、あの福本さんの2万切りに対して、はい、その自分が1万3万の方がいいんじゃないかと
ああなるほど、はい、山に残ってんじゃないかと、はい、多分そこをヒントにちょっとやってみたんじゃないかなと。で想像はもう選べないと、あの244は全然ヒントがないから。さあこのチョイス、わあ難しい、4連続だ。ピンズは伸ばしたい、はい、いやこれあれなんですよ、展望に余裕があれば、はい、そういう選択あるんですよ、ピンズを4連続残すっていう。今のイーシャンテンを大事にするってことだよね。そうです、もう1秒でも早くリーチしたいので、はい、そうしないと、子供たちが止まってくれないんですよね。そうですね。このローソレピンズを狭めることもあるんですか。あるんじゃないですか。今こっちは対照的にトップ目なので、うん、はい、形を作ろうと。なるほど、両面以上作ろうと。じゃあヨーコプロはドラのパーピンを引いてきた、降りましょうか降りる、あダメだ、降りちゃいけないって。そうだ、今日そうだった。いや降りちゃいけないっていうのは急ピンを切った後のパーピンなんですよね、じゃあ私は今日降りちゃいけないと教わったんで。ああなるほど、はい、ただウーピン、ウーピンですか。戦う手じゃないのに行くのもちょっとあれだからね。そうなんですか、そうですよ、そうですよ。じゃあ私はそう間違ってなかったんですかね、降りっぱなしなんですけどそんなことないでしょ。戦いなければしょうがないですよね、やっぱり降、ね、りっぱなしでございます。さあそして後継になっては福本イーシャンテン、両面両面です、はい。岩崎は福本さん、いつの間にか両面両面なんですね。そうですね、普通こいつの手になってるね、はい、ブーソーにパスを引いたんですね、そうですね。さあ来た、いいシャンテンだけどな。さあ来た、いいピン切りもあるぞ、まあ、とりあえずいいピン切っとくんじゃないかな。ただ今パーピンを打っちゃう手もあります。怖いから先切り。なるほど、今ちょっと考えてますね、相手が、はい、相手がリーチ来る前に先切り。ほら本当だ、ポンなんかできないでしょ、なかなか攻めてますね。できません、なかなか。パーピン切りはちょっと度胸がね、うん、はい、いりますよね。誰も持ってない。テンパターリーチです。これはリーチでございます。今日一番リーチかけてない。そうですねこの6球層がかなり手にね3枚持たれてるんで、あと3枚残ってますね。3枚、はい、でも3枚、はい、3枚残ってますよ。しかも6だとなんつってね、単葉がね、はい、大好きな単葉が、あ成就するかな。6の方が2枚残ってますよ。岩崎はメンツから抜か抜きしました。さあ渡辺、これは現物か、リーチ宣言パーですね。パーはパーも現物なんですけど、イーピンが現物なんで、うん、チーワン引きもあるからね。チーワン引いた時はもうやっちゃうと、うん、数ワン切ってギャンピン、うーん、ギャンピンは切りづらいといえば切りづらいです、はい。さあ本さんどうだ、一発も、ちょっとどっち、6です、 6だ、裏が乗れば。マジですか、乗らず、乗らず、マンガ受けましたね。マンズが 2,3,4,6,7,8 で裏ドラが5という、ました、ね、抜けたね、抜けた、ちょうど抜けたね、スッとね、スッと抜けたね。この裏1のあるなしは結構大きいかなと思いますが、福本これで2戦4戦